はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、最強スキルになりましたね。悪を支配する力というスキル、皆さんご存知でしょうか。本日もイービルヒーローデッキなんですが、このスキル実装された当初はマジでこのスキルゴミスキルだったんですよ。なんでかっていうと、融合モンスターも全然いねえし、ダークコーリングサーチできねえしみたいなので、めちゃくちゃ弱かったんですよね、このスキル。なんですが、今回の新パックでダークコーリングをサーチできるイービルヒーロー、アダスターゴールドさんっていうね、あのキャプテンゴールド闇落ち版のやつが来たんで、めちゃくちゃ強いんですな。これエクストラデッキの、イーブルヒーロー融合モンスター1体を選んで相手に見せることによって、そのモンスターにカード名が記されている融合モンスター、融合体モンスターを全部デッキ外から墓地に置く、つまりなんか素材を勝手に接待で用意してくれるんですよ、墓地に。でダークコーリングを使うと、これ実質ミラクルフュージョンですから、まあ、墓地からね素材を除外してイーブルヒーロー出せるんで、これでね簡単にイーブルヒーロー出せるんですよね。これね、イーブルヒーローじゃなかったら絶対絶対に許されない、効果してます。ダークコーリングもこのスキルもイービルヒーローだから許されてるわけであって、これもしイービルヒーローじゃなかったら絶対許されないぐらいでぶっ壊れなんですよ。イービルヒーローの融合モンスターがそんなに強くないから許されてます、ギリギリこのデッキ。はい、スキル的にはマジでぶっ壊れで、デュエル中に2度で1ターンに1度使えるんですけども、デッキに縛りがすごい辛いんですよ、このスキル。デッキにイーブルヒーローモンスターとダークフュージョンとダークコーリング、どれか何でもいいけど10枚以上存在するデッキを使用しなければいけない。10枚は重いね、かなり。でデッキにヒーロー以外のモンスターが存在しない、ヒーロー以外入れちゃダメと、クリボールとかね、ああいう汎用モンスターだねと。でエクストラデッキにイーブルヒーローモンスター以外のモンスターが存在しない、まあ、つまり汎用的なエクシーズモンスターとか融合モンスター入れてはいけないと。てかここエレメンタルヒーローはせめて入れさせてくれみたいなところもあるけどな。イービルヒーローモンスター以外のモンスター存在しないって結構辛いんだよね、これ。マジで要はさ、素材がさ同じパターンあるんですわ。要はこの例えばインフェルノウィングね、これフェザーマンプラスバーストレディだからさ、フレームウィングマンとかの融合召喚条件も整うわけですよ、このスキル使えば。ちょせめてイービルヒーローだけじゃなくてエレメンタルヒーロー入れさせてくれみたいな話はあるんだけどね。まあいいや。で今日はこのダークコーリングを、まあイービルヒーローアダスタゴールドっていう最強モンスターですね、これでサーチして、融合モンスターを出していくっていう、まあそんな感じのギミックになっています。でこのイービルヒーローたちの弱点って何かっていうと、まずですね、モンスターとしての性能は弱い、で打点が低い、基本的にだ出したところで感はあるんだよね、全部のモンスターね。なんで、耐性のなさとかをカバーしてあげるようにフェイバリットヒーローをつけてぶん殴ると。で、ネクロバレーとかを貼ってぶん殴るのが一番強いんですけど、自分のネクロバレーも効くんですよね、これ。ダークコーリング墓地から除外して融合召喚できるんだけど、これネクロバレーあると自分が除外できなくなっちゃうんで、まあ、要は自分はネクロバレーを、まあ、破壊してもう一回展開できるようにサイクロンとか入ってます。相手の魔法トラップを除去するっていう、まあ、札でもあるし、ネクロバレーをぶち壊して自分で展開していくようにも一応入ってますという感じですね。でサモンブレイカーね、結構強いんですよね、これ。これこのカードがフィールド上に存在する限り、ターンプレイヤーが、3回目の召喚判定書が特殊召喚に成功したら、その他のエンドフェーズになるということで、まあ、この環境結構やっぱ召喚特殊召喚多用するんで、割とサモンブレイカー刺さります。例えばサンダードラゴンとか、あとなんだ特殊召喚いっぱいするようなデッキ、ハーピーとか、ああいうデッキはマジでこれ発動することによってエンドフェーズになるんで、絶対ライフ守られるんですよ。なんで入ってますっていう感じですね。でまあこういうカード入れてると汎用枠がマジでなくなるんで、汎用札はマジで狡猾な落とし穴だけです。狡猾な落とし穴でなんとかしていくっていう、まあ、そんな感じのデッキになってますね。はい。で一番新しいパックで登場したこのダークアイヤーはほとんど出せません、このデッキでは。ほとんどというか出せません、岩石族モンスターいるんで。なんですけどこっちはね出せます、スパークマン。あ、ちなみになんで入ってるかっていうとかっこいいからです。はい。でスパークマンとクレイマン、これで融合してブライトニングゴーレムっていうモンスター出せるんですけど、これね、っていうかこいつすごいな、顔ちっさ、モデルやったらこれなんか本当なんか30頭身くらいあるんじゃないこのモンスターすごい強いんですけど、一旦に一度フィールドのモンスター破壊できるんで、だからまあこれをね結構エースモンスターとして出していく感じですかね、イーブルヒーローデッキは。このデッキはまあもちろんワイルドサイクロンとかに普通にヘイバーとヒーローつけてぶん殴ることもしますけどね。はい。早速イーブルヒーローだったらギリ許されるぶっ壊れレベルのスキルを使ってねやっていきましょう。デュエルスタンバイ。構えろ。さあお相手の方、魔王10代、どうせサンダードラゴンだろお前。
どうせサンダードラゴンだろお前使ってんの。ネクロパレーで黙らしてやるからなマジで。ネクロパレーでお前黙らしてやる。ちなみになんですけど、自分もネクロパレー聞くんですよこのデッキ。要はダッコリングで融合できなくなっちゃうんで。なんで、ネクロバレーを張るときはスキルを2回発動した後かもうフェイバレットヒーローをつけてこれでもうぶん殴り続けるっていう意思をね、固い意思を固めた後にしてください。ネクロバレー張るのだからしょってでネクロバレー張るとダークコーディング打てなくなってマジで弱いんで。あ、ちなみにあのサイクロンで自分は解除するっていうことだったんです。電磁石だった、全然違った、ごめん。なんかあの磁石もネクロバレー張ると黙るから結構ネクロバレー張ると黙るで聞こえ、イーブルアダスターゴールド、何もしかすると貴様もイーブルヒーローアダスターゴールドの可能性に気づいているというのか。なかなかやるじゃないか、パーオ10代さすが。やっぱねイーブルヒーローアダスターゴールドっていうカードはね出張性能が高くて、まあちょっといつ出してるか分かんないんですけど、あのこの動画より前になるか後のか知らないけど、あの私はオーパーツっていう最強カードと、ね、組み合わせてね、オーパーツイーブルヒーローっていう最強のデッキを組み合わせたし、これあの磁石デッキとも相性はいいですね。なんでかっていうとアダスターゴールドが、ダークコーリングを持ってきながら岩石族とイーブルヒーロー悪魔族で融合できるダークアイアっていうモンスターが追加されたんで、しかもなんか縛りめっちゃ緩いし、あれ悪魔族プラス岩石族っていう、もうもはやヒーローですらないみたいな、あの融合召喚条件か。まあ、あのカードはね、あの一応あのジムさんの、ガイアプレートか、ガイアプレートを吸収して超融合されたアニメでもね屈指の最強カードなんで、超融合カードでくんない。まあでもさすがにさ、あれかユーリが来たら来るか、ユーリさんが来たら超融合来るわ。カード的にダークアイ来た、やばい、本当に来たダークアイ、や強っ、よいつダークヘイジョン、確かに墓地遅れるのも意外と強い、魔王城の方がやるな。で禁じられた清掃、なるほど、まあ、とりあえず悪を支配しよう、悪を支配する力発動して必要な力だ。ライトニングゴールですね、これは。これでスパークマンとクレイマンとかいうマジで意味わからんモンスターお前誰やねモンスターを2体、墓地に製造する、これが創造者、手札に加える。墓地で融合素材さ、何人の条件もなくペペって置けるの強いよね。だから手札に戻すとかもなくて、まあ一応あの縛りがきついですけど、エクストラデッキとかの。さあどうする、早く変身するんだな、変身するんだったらアルファは確かにめっちゃ相性いいですね。持ってこれるんで、岩石族の打点高いバルキリオンもベルセリオンもで、ダークコーリングを手札に加えるぜ。まあそんなことは関係ない、死ぬからなお前は。そんなことは関係ない、ダークコーリングの効果を発動、ダークコーリングの効果によってイーブルヒーロー、じゃあイーブルヒーローじゃねえや、もはやスパークマンとクレイマンを墓地に送り、イーブルヒーローライトニングゴーレム、そしてライトニングゴーレムの恐ろしいモンスター効果を発動。イーブルヒーローライトニングゴーレムは相手のフィールド上のモンスターを一体破壊することができる。そんな方が効果名なんだ、かっこいい、残念だったな。そしてネクロバレーを発動残念だったな俺はサイクロンで破壊することはできるぜこのカードを、残念だったな、悔しいでしょうね。バトルフェイザー、おらくれ、ヘルライトニング、あ、現れろ、イーヴィルヒーロー使いてえんだったらイーヴィルヒーローデッキで使うことだな。そんなものは食らえ、もうそんなデルタどうでもいい、デルタなんていうカードはマジでどうでもいい。で送ったところでお前何ができる、ネクロバレーカで何ができるお前に、やれシェーターンエンド強え、強すぎる。これちなみにあの次ダークコーリング引いたら、自分でサイクロンでネクロバレー我々、ね、展開できますね。エアーマン、ああいいだろう、モンスターいやもういいだろう、モンスター効果、うん、いいだろう。そんなエレメンタルヒーローに頼ってるようでは甘いな、イービルヒーローモンスターしか入れちゃいけないっていうな、こっちは縛りがあんだよ君それもターンエンド、何ターンエンド、サイクロン、うわーでも余裕、サイクロンしかない、ライトニングゴーレムの効果によってお前のモンスターは破壊される。バトルフェイズだ、いけヘルライトニング、ヘルライトニング、
いいですね、いいですね、素晴らしいですよ。ちなみにこのスキル発動するタイミングもね、別にいつでもいいんで、その辺は自由度高いですよね、このスキル。さあどうする。ヘルライトニングの効果によってお前のモンスターは永遠に破壊され続けるぞ。何エアーマン、いいだろう、ああいいだろう。ライトニングゴーレム意外と雑に強いよね、これ普通に何のコストもいらずに相手のモンスター破壊できるから普通に強い。まあ、融合召喚条件がマジで面倒いってだけ。俺のターン、ドロー、コーリング来ました、ライトニングゴーレムの効果発動、お前のエアーマンを破壊させてもらう。ボルテックボム、そして、サイクロンも発動。俺は、ネクロバレーを叩き割るぜそしてスキル発動、必要な力だ。俺は分からしていくか、この最強モンスターでな。真実はない、ネクロバレーが強いだけ。対戦ありがとうございました。俺はさあお相手の方、見せて。沢田慎吾君か。俺様の完璧なセリフ BGM おじさん来た。俺のターン。反応ちょっと弱いなこれネクロバレー刺さんなそう、妖戦獣。さあ一体全体どうなるっけんでしょうか。まあ、サイクロンが2枚の強いですね。普通にサイクロンで相手 の強いバックは割れるんで、まあ、それは強いですね。ただネクロバレーガチ刺さんないっていう話があるんで、ちょっとそこだけですね。まあ多分あどっちかってあれの方が刺されそうですね。なっけ、サモンブレイカー、あっちの方が刺されそうなんで、一応次のデッキとかイーブルヒーロー、イーブルヒーローっていうかあいつかコーリングか。お弱い、コーリング来て、あナイス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 、それはいいよ大丈夫。コーリングはでかい。でまずはサイクロン発動、お前のセットカードを破壊させてもらう。バチカー、月の書危ねえ。でスキルを発動、悪を支配する力、これによって俺はこれはね、いやワイルドサイクロンの方がワンキルできるか。一応何もなかった場合ワンキルできるんだ。これでそしてワイルドマンと、ワイルドマンとなんだっけこれ、融合条件、フェザーマンか、ワイルドサイクロンを融合召喚、イービルヒーロー、ワイルドサイクロン、そして脳死フェイバリットヒーローを装備、そしてカードを1枚セット、バトルフェイスくたばれ、バトルフェイス、フェイバリットヒーローの効果発動、サモンブレイカーを発動して4200パンチ、うえうわなんかある、うわうぜー、大山美子うぜー、大山美子突破できますか。これ大山美子は突破できる、攻撃は続けよう。いいだろう、大山美子フェイバリットヒーロー発動しない。大山美子の効果でなんか持ってこられてもこの盤面を一撃で返してるモンスターっていないと思うんですよ、ね、多分。かまいたちも別に今モンスターは戻せないんで、魔法トラップしか戻せないんですよ今。だからこの盤面をその一撃で返されるのはないと思う。でああモンスター2枚ね、オッケー、あ多分大丈夫じゃん。かまいたち OK です、かまいたち OK で、かまいたちも OK、 それも全然いい、でイタチもいい、それもいい、 OK、問題はない。それそれ戻す、なるほど。まあでも確かにそれ戻すしかないか。1900、あとは1900打点を超えることができるかっていう話ですね、相手のデッキ。サモンブレイカーがあるんで、次エクシーズ召喚とか、もししたら、エンドフェーズになりますサモンブレイカー最強じゃね、マジで。なんかデュエルリンクス界のニビルみたいなのがありますね。デュエルリンクス界のニビルです、これ。サモンブレイカー。やばしすぎる。めちゃくちゃ強い。お倉庫。あ、いいですよ。エンドフェーズですけど、それ。それやるとエンドフェーズ。残念でしたね。エンドフェーズになるんですよ。3回目の召喚、特殊召喚を行ったプレイヤーはエンドフェーズになってしまう。演武天気をセットするが、そのカードはもう発動できない。そしてサイクロンの効果でお前のバックは破壊させてもらう。残念でしたね。悔しいでしょうね。
とりあえずアダスターゴールドの効果を発動。これでダークコーリングを手札に加えていくぜ。そしてスキル発動。奪い取った 魂を力を、その恨みを、ライトニングゴーレムを見せつけることによってスパークマンとクレイマンを墓地に送り、そしてこの2体のモンスターをゲームから除外し融合召喚。現れろイービルヒーロー、ライトニングゴーレム。ライトニングゴーレム。そしてライトニングゴーレムの恐るべき効果を発動。一旦に一度モンスターを破壊できる過去コストなし。そしてフェイバリットヒーローを発動。残念だったらこれが完封試合ってやつだ。強い、なんて強いんだ、やばすぎる。いや、クソスキルだったんですよ今までは。マジで楽しいスキルになりました、このスキル。皆さんもぜひ使ってみてください。課題は出てくるイービルヒーローがめっちゃ弱いっていうことですね。我が名は覇王。さあ、お相手の方、三条目マンダーさん、よろしくお願いします。ルーはい、はい、なるほど。ドロー弱えな、あいつ。とりあえずアダスターゴールド、あいつしか。アダスターゴールドの効果を発動。アダスターゴールドでダークコーリングを手札に加えさせてもらうぜ。そしてスキルを発動。魂を力を、その恨みを背負い力となせ。これはイービルヒーロー、ライトニングゴーレムを見せつけることによってダークコーリングを発動。何？クーマの呪因。あ、クーマの呪因。あれ、相手はこのデュエル中この効果で破壊された魔法カードおよびその同盟カードを発動できない。あ、もう一生融合できん。え、え、